ロリエパティシエのスイーツチャンネル始まります。はい、皆さんこんにちは、ロリエパティシエです。今日から、ね、スイーツチャンネルを始めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずは簡単な自己紹介をさせてください。宮崎県で洋菓子店を営んでいます。若い頃は大阪でお菓子の修行をしてたんですけど、その前がアパレル関係の仕事をしてまして、ちょっと変わった経歴を持つパティシエになっています。さて問題に入ります。なぜ YouTube チャンネルを始めたかといいますと、昨今ね、どうしても人手不足、どの業界でも人手不足っていうのはね、本当深刻化されてるんですけども、この業界も同じで、やっぱり同じパティシエが集まって一番最初に話すことが人の問題なんですよね。小学生の将来なりたい職業ランキングって必ずパティシエって上位に入ると思うんですよ。変わらず実際募集をかけても人が来ないという現状なんでね。そこで今小学生もよく見ている YouTube でこのお菓子作りの楽しさとか面白さっていうのを伝えていきたいなと思っています。ですので、このチャンネルは多分初めてだと思うんですけど、スイーツ教育系チャンネルとしてね、やっていきたいなと思っております。お母さんとお子様がもう楽しくお菓子作りを見ていただけるチャンネルになってますんで、男性の方もね、大人の工場見学として見ていただいたら非常に嬉しいです。あとね、これから本格的にパティシエールを目指している高校生や専門学生など現場ですぐ役立つ基礎知識とか仕事術など紹介していきたいと思ってますので必見です。もちろんご家庭でも簡単にできるスイーツとかご紹介していく予定なので、楽しみにしてください。そしてね、もう僕の一番の夢はこのチャンネルを見て、まあ6、7年後かな、ロリパテさんの YouTube を見てパティシエになりましたと言われるのが僕の本当に一番の夢。もちろんね、本業もありますんで何年続けられるとか本当に分かんないんですけども、なるべく皆さんに見ていただけるっていうモチベーションを持って続けていきたいなと思っております。まずはじめはこの YouTube 見ていただいているのは僕の SNS のお友達ばかりだと思います。できればチャンネル登録、これから作ってほしいっていうスイーツをコメントをしていただいたら非常に嬉しいです。では次回は、記念すべき第1回はバスクチーズケーキを作りたいと思ってますので、どうぞよかったら見てください。よろしくお願いします。バイバイ。